今回の教えて異性会は異性会国際総合病院の参加から妊婦さんからよくある質問にお答えします。こんにちは、異性会国際総合病院参加の井上です。今回は妊婦さんからよくある質問についてお話ししていきたいと思います。出血がありました。心配ですというお声を時々聞きます。妊娠時期に応じて対応が変わってきます。妊娠初期であれば、切迫流産に伴う出血が比較的多いです。出血を伴う腹痛がある場合は、早めにかかりつけ医の診察を受けてください。出血が少量の場合、腹痛がなければ慌てず2、3日以内に診察を受けてください。出血が多い場合、腹痛の有無にかかわらず緊急性が高いので早めに受診してください。ここでいう出血の多い、少ないというのは、生理の出血量が多い日よりも多いか少ないかが一つの目安となります。妊娠初期であれば、子宮の入り口にできるポリープも出血の原因となることがあります。多くの場合、良性ですが、出血が多い場合は切除する必要もあります。妊娠中期から後期にかけての出血であれば、切迫流産や切迫早産の可能性が考えられます。出血量の多少や腹痛、子宮の張りの有無を問わず、早めにかかりつけ医の診察を受けてください。中には、前置胎盤や上位胎盤早期剥離といった病気による出血の可能性もあるので注意が必要です。妊娠中の出血は時期を問わず不安になると思います。出血の量だけで病気の診断や病状の重篤さを必ずしも判断できないので、かかりつけ医の診察を受けることが大切です。異性会国際総合病院の参加でも丁寧な診察、分かりやすい説明など患者さんに寄り添う医療を提供しています。産後ケアにも取り組んでおり、安心・安全の体制を整えていますので、ぜひご相談ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。異性会国際総合病院での受診をご希望の方は動画概要欄からお申し込みいただくか、こちらの電話番号におかけください。チャンネル登録をぜひお願いします。